巡礼してきたよ。え？早いね。笑顔ですよ。見た？今も見てた。え、嬉しい。ST48 やっぱいいですよね。本当に好き。好きなところは、好きな歌詞は、僕は僕のままで変わらなくていいんだって歌詞が好きで、で、好きな音楽のところは D メロが一番。生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい、だとこのあのみんながどんどん歌っていくところで、あそこめっちゃ好きで、私が歌ってるのは他の人と比べないでですね。吸って吐いて自分のペースで、もらい泣きしました。嬉しい。みんな泣いてる。ステップアップしていく店長。え、そうなの、本当そうなの。今日もね、その4人、あ、今日4人でずっとね楽屋5時から夜の10時までもうずっと喋ってたんだけど、そのこの曲の話になった時に、あの D メロになったらもう違う曲が始まったみたいな感じになるよねって話して、確かにそれだと思って、本当に確かに違う曲になった感じ、あそこになった瞬間違う曲の感じね。わかる、わかろうと思って。お、なんかありがとうミオロ、ギュータミキュータありがとうミオロ。MV って曲にとって大切なんだなと感じた？嬉しい。真夜中は僕だけの時間だ、もう誰も眠ってしまうがいい、本当の自分でいられて息ができる、できない、できる、できます。素敵な曲ですね。素敵な曲ですね。こんばんは。ラジオトークどうでした？え、今日のお昼のラジオトーク、明日もお昼のラジオトークします。で、明後日は夜になるかな、夜になるんだけど、ここはあまり泣けてな、なんでもない。ちょっと待って、泣いてますから、泣いてますから。ビルがまた、ビルがね、広島の中心部でっけよね。なんか、もう、多分、なんか、あ、いつの間にか聖地巡礼してた、みたいな感じですよ。もう近くに。ウインクのジェスチャー、そうだったのね、となった？大人っぽくなりましたね。いや、そうない。今日、嘘発見器でね、ここは、狙って大人っぽくしてますかみたいな話になったんですよ。で、嘘発見器でいいえって答えたら、本当にいいえだったよ。てか意図的じゃなくて、自分の内からなる、内から出る大人っぽさないよね。内から出てくる大人っぽさなんですよ。美人になってきたね。え、嬉しい。それはあの自覚あるかないかとか言われて、いいえって答えたら、あのなんかすごい微妙な空気になるんですけど、自覚ないですから、美人になってないですから。まあ大人っぽくなってきたけどね。ほら、これ喋らんかったらどうない？どうよ。喋れなかった。
どうやるのが子供行動行動がね、やばい、明日の深夜はオールナイトニッポン、日本オールナイトニッポンですよ、やばい、楽しみ。オールナイトニッポンに出れる年齢じゃけ、言っとけ、すごいから、すごいじゃろ。オンラインで話してる子かは何も変わってない気がする。いや、そうよ、変わってないですよ。僕は僕のままでですか、変わらなくていいんだ。ここはです、ここは今日は雰囲気違うね、それ前もねコメントしてたでしょ、今日は雰囲気違うって、毎日雰囲気違うんだわ私、やばい。でも今日マジで今日ほんと喋りすぎてもう喉が痛い、嘘、いつまでも喋りたい。あ、喋りたい。今日ね、まあ5時半ぐらいからメンバーとずっと一緒にいたんですけど、ね、終わってからもずっと喋り続けて、もうなんていうんですか、とか4時間ぐらいずっと喋ってたんですよ、まあ、楽しくて楽しくて。で、今日の現場楽しかったってこう去る、なんかもうその現場を、まあ、去るんじゃけど、で確か昨日の現場もめちゃくちゃ楽しくて、帰りにもう昨日の現場めっちゃ楽しかったって言って帰るんですよ。でも一昨日の現場も楽しくて、いやもうもう毎日楽しいなってだからこの気持ちをこうマネージャーさんに伝えて、本当に毎日楽しい楽しい、毎日楽しくて楽しく過ごせてます、ありがとうございます言いました。そう、楽しいですよ。毎日つらい？私が楽しくしてあげるよ。ほんまに楽しいよ。カープチケット争奪戦は参加した。え、あのセブンチケットから4月5日のあの4月4日はもうほぼ売り切れてて、でカープ公式がもうつながらないって話題になってたから、もう最初からカープ公式にはアクセスせずにセブンネットからあのアクセスしようと思ったんですけど、4月5日のチケット取りまして、行けるか分かんないんですけど、仕事で開幕は4日ですね、4月4日阪神戦です。大瀬良投手がね、ホスカも、え、そんなに人気、マジで人気ですよ。とりあえず月1購入しました。で、あ、なんかね、まだまだ先の話になるけど、なんかあの交流戦のチケットも販売してて、うおっ！って思いましたけどね、めっちゃ売れてました。行っちゃっていいの、ファン行っちゃうよ、行っちゃう行っちゃう、
ペイペイドーム来て、他のねとこも行ってみたいんですよ。え、マジで髪伸びたな。まあすぐ切るだろうな、私だけど。ラゾーナ功績でイベントが決まった。パー、いや、めっちゃ嬉しい。私が初めて風を待つで、なんかその発売日イベントっていうのをマジその選抜に入ったことがなくて、で発売日イベント、え、それってなんぞやみたいな、でなんかオリコン1位になりました、わー、え、それってなんぞやみたいな、もう本当にもう風を待つの時って私本当に何も分かってなくて、なんか分からないことがいっぱいすぎて、なんかそのラゾーナ川崎で、まあ、名前順でねこうハイタッチ会みたいなのがあって、まあ、隣にずっとなあちゃんがいて、名前順の時もずっと隣におって、そこでなあちゃんからもいろいろ教えてもらって、オリコンってどうのこうのでみたいな、そう、なんかいろいろ教えてもらう思い出の場所なので、ラゾーナ川崎めっちゃ嬉しい、楽しみ。こんばんは、元気ですよ。それってなんぞやって感じ。今日も可愛い、嬉しい。川崎懐かしいよね。わっ、あ、コンペイトーだ。めっちゃ降ってくる。え、待って、今さ、ちょっと聞こえた？ボキボキって音。コンペイトーを食べようとしてさ、首が今めっちゃボキボキなったの聞こえた？待って、ね、一生流れねえ、ありがとう、落としちゃう。スカはありがとう、マイキーありがとう、ギフトいっぱいありがとう、みんな、はい、あ、こういうことがもう子供なのか。ありがとう。明日は、明日もあの、あ、今日は12時からのラジオトークで皆さん、あのラジオトークっていう、今ラジオトーク総選挙ってね、ラジオトークで、ラジオトークっていうアプリで個人ラジオ配信ができるんですけど、そこでこうスタンプをいっぱい押してもらったら、なんかラジオ冠番組ができる、冠番組に出れる、そして無限スタバカードがもらえるっていう、そういうイベントをやっとるんだけど、あのお昼にあのラジオトーク聞きました、ありがとうございます、お昼に駆けつけてくれてありがとうございます。明日も12時からラジオトーク、明日の予約は取れました、明日12時からラジオトークまたするけ、皆さん
よろしくお願いします。お昼の12時から、お昼の12時からやるけ、ぜひお願いします。あ、あ、どう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 、スクショ早く見て、スクショ、あ、もう終わっちゃった。頭をこう、難しいな。今ちょうどハマってませんでした、ぼんぼり、ありがとうスカワー。難易度高っ。今髪型ツインテ、あ、確かにこう耳かけたらツインテルしてるみたい。確かに本当だね。明日切るかも。あ、明日切るんだ。そうじゃん、時差？髪切る、髪、またまた前回いつ切ったか、こらえきれなくて切ったのいつだったから、思い出せ。病院予約した。似合ってました、似合ってました、ありがとう。ヘタレの時ぐらいは切りません。ヘタレの時ぐらい切ったらマジ怒られる、運営の人に。え、ここ、ここ髪切りすぎじゃないって言われて。 MV 見ました、ありがとうございます。今日解禁じゃったっけ。あ、明日じゃけ12時から配信します。あ、12時からラジオトークします。で、今日見たく配信前に11時半から11時、あ、12時前までの中であれするけ、配信するけ、待っててくださいね、はい、了解です、お願いです。YouTube MV に飛ばないから焦った。おー、私たちも飛ばんかった、そういえば。承知しました。12時ラジオトークよろしくお願いしますね、皆さん。ラジオトーク総選挙やってますから、スタンプ投げに来てください、頼んだよ。こんばんは。あ、ツイートから飛んだ。明後日どうなるかな。明後日 MV の学校設定は何。おー、 MV の学校設定はね、なんか今回の MV の設定はこう、なんかもどかし、こう自分で意見を、うん、自分でこう意見をこう言ったり、自分で思ってることをなかなか言葉にできないもどかしさをこう他の人が助けてくれて、まあ君を好きになってとか、肩の力が抜けたとか歌詞があるけどさ、その君と出会ってこう変わっていくって、だんだん笑顔を取り戻して
最後笑顔になっていくっていう話なんだけど、前向きになっていくって話なんだけど、もう学校でさ、学校の設定のところでさ、その時おきちゃんと私が隣の席でこういっぱい死語して、こう用意始まりますよ、3、2、1で顔が笑顔がスンと消えたみたいな話したやんか最近。その学校の設定の時にもうめちゃくちゃ怖くて、だから本当に怖くて、いや演技の本番を見て本当に怖くて、怖かったよ。どういう設定？サーヤンが悪者にされる設定。カチびっくり。テストのサヤン、そう理不尽に怒られてる、そう理不尽な扱いを受けとる。で私たち、私もよ、私も被害者ない。あそこの教室におる子みんな被害者じゃないのかな。被害者、ここにいる子はみんな、いや、そういう感じで話してた。全員給食費盗まれた。いや違う、いや悪者としてあそこにおるんよ。テストの回答をカンニング、テストの回答を盗んだみたいな。でテスト直前に差し替えた問題をサーヤンが解けんかったけ、あなたさ、なんか差し替えた問題だけ解けなかったのに他のは解けてるのはなんでみたいな感じでサーヤン責められて、でなんか先生に友人に怒られて、でなんかそれを私たちも謎にテスト盗んだって、盗んだ呼ばわりされて、盗んでないのにな、盗んでないのにな、うんみたいな感じだと思ったら、先生が急にどうなんですかみたいな感じで叫んで、まあ、そこまで演技は全然映ってなかったんですけど、私の小演技は映ってなかったんですけど、最初なんかチェーみたいな感じでこうムスッとしとったんだけど、もう先生がほんま怖くて、先生急に叫ぶんですよ。先生、あ、小芝居か、小演技、小芝居、あ、それで息が止まる、そう息のしづらさね。サーヤン立たされてる時、私いい感じだった？私の小演技が見えた、小演技が小芝居じゃけど、ココは自首したん、いや、しようとしたけど、オキちゃんにマジでやめてって言われてやめた。なんかね、こう毎回同じじゃけ、毎回同じじゃないといけんのよ、演技じゃけね、毎回同じで合ってるんだけど、セリフが毎回一緒じゃけ、なんかちょっと飽きてくるねみたいな感じでおひちゃんに言って、途中でね、なんか先生がこの中に高尾さん以外でも、この中に自分がやったっていう人がいたら出てきてもいいんですからねみたいな感じで先生が言うんですよ、言う場面があるんですよ。でそこで私が急に手あげるみたいなことしたら面白いよねって沖ちゃんに言ったらマジで、いや2人でそう笑ってたんですけど、マジでこれ振りじゃなくて本当に絶対やらないでくださいって言われて、もうなんか時間もないし、そうなんか時間ない中でランキング、その撮影してたから、
ガチで怒られるから本当にやめてくださいって言われてやめました。このアドリブは内容が変わっちゃうから良くないですよ。本当良くない、本当良くない、本当はルフだけ。あゆる速度じわる先生の方見ながらで私がこう、いや、まあ、休憩時間があるんですけど、その話してる時に違う、こうやってあげるわみたいな感じ言ったら、ちょっと席離れて私たちの話聞いてたフグちゃんが、じゃあココアが黙って手あげたタイミングで私がやりましたって私が言うわみたいな、フグちゃんが言い出してマジで面白かった。楽しかった、あの現場楽しかったですよ。立ち大変です。カイさんクビになる。黒幕とかおらん。あ、黒幕は、あ、そう、黒幕はあのリンコリンコの設定はオキちゃんの机の後ろにおるんですけど、リンコの設定はサーヤンが怒られてるのを見てしめしめと思う役らしい。いや、これはほんまじゃないですよ、これ嘘ですよ、これ嘘、本当に嘘、なんかこの嘘、マジで嘘ですよ。誰も犯人じゃない、先生がいけんけ、先生が悪者の設定だけ。まさかのリンコが始まった直後からね、始まった直後からサーヤンが怒られて、ただサーヤンを撮るのを見て私が歌われんでよかったっていう顔をしてるって。そういう設定にします私って。いやでもそんなことしないですよ、みんなカメラ回ったらちゃんとするんですよ、みんな。でも仕事ですからね急にふざけ出したら怒られちゃうから、本当に生きることは呼吸すること。この D メロに入る前の一瞬、私がえなんか笑っ微笑んでるところが使われたんですけど、オキちゃんが映った後の私が急に映ったんですけど、リボンの制服着て屋上で、あれ本当はなんか私のソロカットみたいなところなかったんだけど、なんかあの夕暮れまでの時間がなくて、そう、あ、夕暮れまでの時間があって暇で、じゃあなんかここは撮っとくかみたいな感じになって撮ったら、結局そこ使ってもらいました。嬉しいね。こんばんは。よかった、取っといて。そうじゃん、素敵でした。吸って吐いて自分のペースで。こんばんは。QR を必死に読み込もうとしてるな。あれまだメンバーがあそこにおるけ無理、読み込めんよね。星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと
と世の中にはたくさんの見るべきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう。読むとどうなるか。まだ読めんのじゃ。お母ちゃんはテストの回答は売ってないの。いやだけど売ってないから、売ってないけど訴え呼ばわりされて呼び出されたんですよ。あ、57分。じゃあちょっとそろそろランキング読もう。ランキング読もう。13位おてもちゃん、12位なる、11位のっしー、10位たくぞ、9位たつみ、8位ポジハメさん、7位ヨウ、6位スバル、5位カキヒロ、3位ミオロ、あれ？まで飛ばしたね。9位タツミ、8位ポジハメさん、7位ヨウ、6位スバル、5位マエキ、4位アツ、3位カキヒロ、2位ミオロ、1位スカワ。ありがとうございます。今日でこのリラックマイベント終わりなのかな。スクショしたか。はい、チーズ。はい、今日も配信見てくれてありがとうございました。おやすみなさいませ。明日もまたお昼に会いましょうね。みんなおやすみ。ありがとう、見てくださって。ありがとう、ありがとう。本当にありがとう。本当に本当にありがとう。みんなおやすみ。夢の中なら。夢でまた会おう。うん。夢でまた会おうね。おやすみなさい。ラジオトーク、うん、明日の12時ですね、夜の。あ、お昼のね、明日の12、ラジオトーク明日のお昼の12時だけ。また11時の時に配信するけど、夜の、あ、朝の、あ、お昼のできるかな。お昼です、お昼。今からじゃないですから。了解。みんな、スタンプ、いっぱい送ってね。総選挙、よろね。頼むよ。じゃあみんな、おやすみなさい。バイバーイ。今日はありがとう。MV 解禁もありがとう。